はい、おはようございます。今日は覚悟の話っていうのをします。覚悟の話って何ですかっていうと、あの天国言葉しゃべるとかね、ひとりさんが、私は愛と光と忍耐です、一日100回いいなとかね、言っててもね、できる人もいればできない人もいるで、やっててもね、天国言葉言ってんだけどなかなか幸せになれないんですとかっていう人いるのね。とね、覚悟って何ですかって言った時、幸せになりたいとかなりたくないとかって話はあんたの話だよなって、いつまで自分のこと言ってんじゃないよって、地獄言葉を言ってると周りが迷惑なんだよ。笑顔でいないと周りが迷惑なんだよ。幸せじゃなくてもいいから幸せですって言えばいいんだよ。で、幸せそうなこと顔してりゃいいの。天国言葉言ったら毎日幸せですって言ってりゃいいんだよ。で、そういうこと言ってるとストレスが溜まるって人いるんだけど、ストレスが溜まったら病気になりゃいいんだよ。で、病気重くなって死んじゃったらどうするんですか。死んじゃえばいいんだよ。いつまでブスッとしながらね、地獄言葉撒き散らしてるっていうことは人に迷惑かけてんだよ。迷惑かけながらだらだら生きてんだったら死んじゃった方がマシなんだよ。人間なんかやるときは覚悟してやんなくちゃいけないよっていうこと言ってんだよ。覚悟してやると奇跡って起きてくるんだよ。中途半端なつもりでなんかやるからいけないんだよ。で、みんなほとんどの人ってのは知恵ってあるんだよ。なぜ成功する人としない人がいるんですかって言った時、覚悟が足りないんだよ。京都に MK タクシーってのがあるんだけど、そこの人ってね、韓国の人だか朝鮮の人だったらよく知らないんだけど、向こうの人なんだよね。で、それが日本に来てこう仕事した時に、俺たちは日本人が8時間寝るとこだったら5時間寝りゃいいんだとかね、日本人が米食ってて俺たち麦食ってりゃいいんだ、で、人の国来て働くってそういうことなんだって。日本人だってハワイ民主体最初の人だろうがブラジルの人だろうがものすごい苦労したんだよな。人の国来て一旗あげようっていうことは大変な苦労に違いないんだよな。で、鼻から苦労なんか当たり前だと思ってる人って苦労が苦労じゃないんだよ。ところが苦労したくないような人に限ってすぐくじけちゃうけど、社会に出てくとね、そんな才能とかいらないんだよ。特別なことするわけじゃないんで、仕事でもなんでもな。今日も八戸からこれから結婚相談所やりたいとかっていう人が来てんだけど、どんな結婚相談所よりもうちの方が幸せになるんだとか、なんか大きい会社にするんだっていう、どんな困難があっても戦うんだって覚悟があれば絶対うまくいくんだよ。そんな世の中特別なことなんかしてないんだよ。で、簡単なこと言うと、見ていいんだよ。なんてこと言う、流行ってる相談所行って何やってるかってカタログくださいってくれるんだもん。学校の試験は見ちゃいけないけど、社会行って見ていいんだよ。わかるか？見ていいのに見に行きもしない方がおかしいんだよな。で、本気になってやる気があるんですかっていう。だから、覚悟っていうのは、どんなに知恵があっても、覚悟のない奴は叱らないんだよ。叱るって、俺、しとしが言えないからな、ごめんね。輝かないっていうのは、おおよそな、俺は中学しか行ってないけど、みんな大概にしては高校とか大学行ってんだよな。そうね、あそこで教えてる勉強の3分の1も使わねえんだよ、世の中って。ただ覚悟がないと何にもできないんだよ。覚悟しちゃえばいいんだよ。だから変な話、俺も親に大学行けって言われてたんだけど、嫌だ、行かなかったんだよ。行かないってこと自体、中学で社会に出るとか大変に決まってんだよ。わかるかい？だけど、早くから社会へ出たらいい面もあるんだよ。だからよくな、僕は学校行ってなくて馬鹿にされてどうのこうって。馬鹿にされるに決まってんだよ、んなもんは。
わかるかい、当たり前なんだよ。食いすぎて太りゃデブだって言われるに決まってんだよ、んなもん。当たり前なんだよ。その世の中ってそんなもんなんだよ。それが何かって平気で言えなきゃいけないんだよ。私は食いたいもん食ってて太った方がいいんだって、痩せたいやつは痩せりゃいいけど私は食いたいんだよって、要するに覚悟の問題なんだよな。こんなになると思わなかったって言うけど、なるんだよって。食いすぎりゃ太るんだよ。学校行かなきゃバカにしろ、そういう世の中なんだよ。でそんなのメジャーでええよって言って生きられるかどうかなんだよなって。だから、だからどんな商売、ラーメン屋だろうが何だろうが、ラーメン屋やろうが何しようが、覚悟してやんなきゃ何にも成功しないよって。泣き言ばっかり言ってるけど、この世の中ってのはそういうものなんだよ。あのな、笑顔がいいに決まってんだよ。で俺が笑顔にしなって言うと、斉藤さんは成功してるからだこって、うるせえって言うんだよ。笑顔がいいって言うんだからやりゃいいんだよ。ガキだって分かるようなこと何回も言わせんじゃないって。分かるか、天国言葉の方がいいに決まってんだよ。やりゃいいんだよ。でやったら、ちょっとやるとね、すぐ結果が出なくて、出なくても笑顔のがいいんだよ。分かるかい、ブスッとしてっと周りが迷惑なんだよって。だから周りに迷惑かけちゃいけないんだって。ああこの前耳がおかしいっていう人が、なんか耳鳴りがしてどうのこうのとか、まあ要は若いんだけど仕事行かねえんだよ。で奥さんも心配するし、お母さんたちも心配するんだよな。で俺が治し方教えてあげるから、ちょっとおいでっつって、その子呼んで、今日から治ったって言えって。女房の前でああだこうだ言ったって、女房医者じゃねえんだから治んねえんだよって、ね、人に迷惑だから毎日良くなってますとかって言いなって、自分の言ってることが人に迷惑かけてるかどうか考えなよって。わかるか、俺たちは前世からの因果を背負ってきてるから、いろんな因果があるんだよ。これを定めと言うんだよ。だけど100の定めに対して100の意思を持ってるんだよ。だから俺たちは意思が同じだから、100の定めがあっても意思の強さが100あると相殺するとゼロになるんだよ。そうすると何の抵抗もなくどこにでも行けるんだよ。じゃあその意思はなぜ出ないんですかって言った時、覚悟が足りないんだよ。親にこう言われてああ言われてって、親の言うことなんか絶対聞かねえって覚悟すりゃいいんだよ。先生の言うことは、俺は宿題なんか絶対やんねえって決めたんだよ。だから絶対やんねえんだよ。だから先生がなんぼ宿題なんかやったら、うわー嫌だとかって俺言ったことないんだよ。何くらだってやんねえんだから、やんねえと決めたんだよ。俺の人生なんだよ。その代わり何が起きようがこうしようが、先生の言うこと聞かなかったんだから、しょうがねえんだよ。自分で切り開くしかないんだよ。だからみんなね、覚悟を決めてやればいいんだよ。自分が正しいと思ったことはな、だってこの世の中っていろんな道があるんだよ。法律は犯しちゃいけないんだよ。だけど学校の先生の言ってるのかな、世の中の言ってることも、平均台の上をまっすぐ歩いて落っこったら大変だみたいなことばっかり言ってんだよ。一歩下へ落ちると何かあったら大地があるだけなんだよ。自由にどこでも行けんだよ。あんな細い道じゃないんだよ人生って。で親も先生も知らねえんだよ世の中のことなんか。いや本当に白広してんだよ。で自由に行くってことは茨の道もあるんだよ。大変なことも山ほどあるんだよ。だけど自由もあるんだよ。だから人間覚悟して何かやるんだら、何の商売でもいい、サラリーマンやろうがね、家庭の主婦やろうが、何だって覚悟してやればいいんだよ。一番人間としてみっともないのは、こんなはずじゃと思わなかった、思わないのはよく考えてないからだよって。よく考えたらそうに決まってんだよ。食いすぎりゃ太んだよな、そんなこと決まってんだよ。なんていうの、学歴社会で学校行かなきゃバカにされんだよね。で俺はバカにされたことないんだよ。なんでですか、バカにしたらそいつひどい目に合わせるから、はさっきで分かるんだ相手だと。そうだよ、バカにされるっていうのは学校行ってねえからバカにされんじゃないんだよ。そいつが弱いからだよ。よくうちは片親でね、学校でいじめられてるってこと、片親そのお父さんがヤクザかなんかだったら絶対いじめられないんだよ。だから人間って
弱いからやられるんだよ。で、何が弱いんですかって言った時、覚悟は弱いんだよ。よく考えてやるんだよ。俺みたいに学校行かねえって決めたら、学校行かねえことで起きる弊害が山ほどあるんだよ。わかるか？学校行ったら行けよ。それは強みなんだよ。で、弱みのある奴は強くなるんだよ。わかるか？何を強くするんですかって、覚悟を強くしない限り何にもできねえんだよ。だからこの世の中覚悟がいるんだから、新しいことやるときは、やるだけの覚悟を持ちゃいいんだよ。で、腹が据わったらいいんだよ。難しいことなんか世の中になんかありゃしないよ。俺んとこ日本そば屋やるんだって、流行ってるとこ行ってお土産にだってくれんだよ。おつゆだって持って帰ってくれんだよ。それを研究しようとしない、あんたおかしいんだよって。やるからには勝たなきゃダメなんだよ。舐められちゃいけないんだよ。わかるか？俺は講演家じゃないんだよ。講演家じゃないくったって、みんなが話聞きに来るって言った以上はね、僕プロじゃありませんからじゃないんだよ。今だって俺ただで一生懸命喋ってんだよな。やるとなったら他の誰も喋れないこと喋るんだよ。本書くったらそうなんだよ。素人が本書いてんじゃねえんだよ。金もらったと同時にプロなんだよ。だやるときはやんなきゃしょうがないんだよ。だやるまで俺ぐずぐずやりたくねえなっつってんだよ。だ始まりゃやるんだよ。だから何やるんでもそうだけど、みんな覚悟を持ちなっつって、ね、今日もね、覚悟の話で20分話してくれっつってさ、まだ20分経たねえか。で俺20分頑張るんだけど何言いたいのかって言ったら、みんなこれから若者でもな、みんないろんなことあると思うんだよ。だけど教育も受けてから知恵も十分あるんだよ。常識もあるんだよ。全部いろんなことがあるんだよ。なんで花咲かないんですかって、やる前の覚悟が足んないんだよ。やるとなったらやるしかないんだよ。それで特別なこと難しいことなんかないんだよ。社会へ出たら仕事なんか同じことの連続なんだよ。その中で笑顔の方がいいんだよ。返事が入って返事がいいに決まってんだよ。いいことやればいいんだよ。学校の勉強がなかなか追いつかないのは、毎日同じ勉強じゃない。次々ってやるんだよ。教育とか常識ってわけねえんだぞ。我が子を教えるように自分のことに接するんだよ。いいか？子供がいいか、1たす1は2って書くとこう、3って書くとするじゃん。で、明日も同じ試験で3って書くよな。明後日も3って書いたら子供の後はぶん殴るよな。わかるか？なんで同じ、お前2って教えてもって、なんで3って書くんだよって言うよな、自分の子供だったら。わかるかい？それなのに、商売屋やってて、ブスッとした顔して、今日も明日もブスッとしてんだよ。いいに、笑顔にしろって俺が言ってんだよ。答え教えてんのになぜやんねんだよ。わかるか？蕎麦がまずいから客が来ないで、同じ味をなぜ出すんだよ。それ、1たす1、3って書いてんのと同じだろ？まずいから客が来ねえんだよ。だんだん減ってるのに、おかしいだろ？今から結婚相談所やってりゃ、うまくいって納得したら、だんだん客増えるんだよ。客が横ばいだったら飽きられてんだよ。減ってきたら世の中にいらねえことやってんだよ。な、簡単なんだよ。お客が答えを教えてくれんだよ。ここのお店だって、だんだんお客が増えてくれや、あ、ひとりさんここ作ってくれてよかったって。口じゃみんな言ってくれんだよ。本当だったら増えるんだよ。客が増えてねえのにいいお店ですって、よかねえんだよ。いいお店だったらもっと増えるに決まってんだよ。わかるか？だから改良するんだよ。最初から正しい答え出せなくても改良するんだよ。で、その改良するって言ったら覚悟はいるんだよ。ここをいっぱいに流行らせるぞとか、な？で、自分が青森でやるかどこでやるか知んないけど、青森で一番にするんだとかっていう、その覚悟を決めたから改良していくんだよな。それを最初から何とか食っていければいいと。覚悟が全然ないんだよ。食っていくだけだったらホームレスだって食ってんだぞ。日本って国はホームレスでも太ってんだよ。世界でこういう国はねえんだよ。けど、こんないい環境に生まれてだらしないことばっかり言ってちゃダメだよって。
ね、だから覚悟してやろうよって。俺の話って大概優しいんだけど、今日のこの覚悟の話は優しくできねえんだよ。優しい覚悟じゃダメなんだよ。で、覚悟を決めればあとは優しく生きられるよ。だって覚悟決まってんだから。わかるか？大元の土台みたいもんなんだよ。土台をしっかりすれば上はな、だん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 いろんな建物建つよ。歯だって歯茎やられちゃうとダメなんだよ。土台がしっかりしてないとな、みんな抜けちゃうんだよ。それと同じように、俺たち覚悟を持って何かするとき覚悟を持ってやろうよって。な？子供が嫁に行くって言ったとき、心配でどうのこうじゃ、一生食わしてやる気になりゃいいんだよ。嫌ならすぐ帰ってこいよって。私が一生子供の面倒見るんだからって。うまくいけばそれでいい。ダメだったらお母さんとこ戻っといて、お母さんどんなことしたってあんた食わしてやるから。覚悟の問題なの。そしたら何でも安心だよ。お前本当に幸せになるんだよ。うるさいって、本当に幸せになるかどうか誰だってわかんないんだもん。分かってんのは自分の覚悟だけだよ。お前が戻ってきても幸せにするよって。お母さんそのためには長生きするよとか。分かるかい？覚悟ってそんなもんなんだよ。だからみんなのは自分の覚悟がないから鮮やかな話ができねえんだよ。時間が来ました。わかった。追伸です。ここから先はひとりさんが覚悟の話を収録した後の雑談ですが、とってもいいお話なので入れておきますね。聞いてください。神様はな、俺たちを不幸にしようとはしてないんだよ。ただ幸せになる材料は山ほどくれてんだよ。だからこれで幸せになれっつってんだよ。幸せをくれると思ってるやつがいるんだよ。神は幸せをくれないんだよ。幸せに変えるものをくれるんだよ。だから不幸を山ほど持ってるんだったら、幸せに変える材料が山ほどある。で、神はな、ハンデをくれるってことは実力があるんだよ。だからいろんなハンデがあるんだよ。人間ってのはいろんなもんが悪いんだよ。人間ってのはな、いいか、顔立ちが悪いか、頭悪いか、歯が悪いか、字が悪いかな。なんか悪いんだよ。人間ってのは、なんか悪いんだよ。な、その代わり、一つずついいものも持ってんだよ。でな、それはみんな個性みたいもんだよな。で、それで幸せになりなっていう、不幸になっちゃいけないんだよ。俺たちはな、天国から出てくるときに、まあ、だから地獄から出てきた人もいるんだけど、だけど、どっちにしろ、幸せになりますって出てきたんだよ。で、因果は何個か背負ってきますって言ってんだよ。で、それでも幸せになるって出てきたんだよ。で、これが基本なんだよ。それから、守護霊もついてるんだよ。神もついてるんだよ。だから夢から何から何でもかんでもな、あの親じゃなきゃダメ、あの兄弟じゃなきゃ、あの部長じゃなきゃダメ、それでも幸せになるというゲームだな。俺も今日ここへ来たらこうやって話しなきゃなんねえじゃん。な？そうすると、くたぶれることもできるんだよ。みんなだって、いや、俺頑張ってくたぶれちゃった。元気に楽しく帰ることもできるんだよ。そのためには楽しい話をしなきゃダメなんだよ。わかる？なぜかというと、みんなのために喋っちゃダメなんだよ。だってみんなのためだけに喋ったら時は必ず俺もくたぶれるんだよ。みんなも楽しくて俺も楽しくなきゃダメなんだよ。言ってることわかるか？みんなだけ楽しいんだったら俺くたぶれちゃうんだよ。な？俺でも幸せじゃなきゃダメなんだよ。だからみんなもためになるけど、ここら辺にいる人 2,3 人俺の彼女になりたいなぐらいに思って、で、俺も幸せじゃなきゃダメなんだよ。いやいや、それ大切なんだよ。なぜかというと、みんなにもお得だけど俺にも得じゃなきゃダメなんだよ。人ってのは人にも優しく自分にも優しくじゃなきゃダメなんだよ。わけのわかんないやつに限ってな、なんていうの、人には優しく自分に厳しくって、自分に厳しいやつは人にも絶対厳しいぞ。
歌一曲歌って音痴のやつは二曲目と絶対音痴なんだよ。厳しいやつは絶対厳しいんだよ。だ俺は人にも優しいけど自分にもすごい優しい。だって自分って可愛いもんな。だけどみんなも可愛いからみんなのために喋るんだよ。だけど俺は自分のためにならないことって嫌なんだよ。あのな、このような与えたものが返ってくるんだよ。みんながくたぶれたとするじゃん。俺もくたぶれてんだよ。俺がみんなのために話して今日俺すごいくたぶれちゃったとみんなもくたぶれてる。言ってることわかるかい。人間ってな、俺今日楽しくてって言った時みんなも楽しいんだよ。だからよくね、人のために頑張ったって、あんた人のためって書いて偽って言ってたよ。だいたい人のためって偽なんだよ。あのな、人のために頑張って、人のために頑張ってんじゃないよ。今日俺だって楽しくなりたいんだよな。だから人にも優しく自分にも優しくで、今日みんなのためになったとしたら俺だって絶対ためになってんだよ。みんなが100ずつ得したんだったらみんなが集まった分俺得なんだよ。20人いるなら 100×20 なんだよ。俺幸せなんだよ。わかるかい。あのな、ひとりさんから教わったもんで、金額にしたらいくらずつ得したとするじゃん。とこのテープ本にしようが何しようが、これで俺に絶対現金入ってくるんだよ。本当に役に立ったものは一方通行なんて絶対ないんだぞ。人の役にだけ立って俺には全然一銭の見返りもない。そんなの偽物なんだよ。本当に役に立つ話だったらこのテープ売れるんだぞ。だってコーチがあるんだもん。わかるかい。あ、で本当にみんなが幸せになったら俺も幸せなんだよ。だからこの世の中な、一方通行なんか絶対ないんだよ。バランスの法則っつってな、バランスなんだよ。あの今日な、俺のためにな、俺が一生懸命喋ったろ、得したとするじゃん。尺得したとするんだよ。いやいや、千だとする。いいか、千得したら本当に得になるのは、いいか、自分が千得したと思ってるんだよ。ほら、それが本物になるんだとしたら俺のために何かやんな。例えば何でも、ひとりさんって素晴らしいんだよって褒めようが何しようが、わかるかい。もらいっぱなしは絶対この宇宙は通らないんだよ。あのね、俺自分のために、初めて会った自分のためにこんだけのことをしてくれた、それに感銘したなら青森行こうが何しようがひとりさんを褒めるとか、俺が得になることをしない限り絶対ダメなんだよ。この世の中バランスの法則なの。あの、自分だけ受け取って得したみたいだけど、俺から聞いたこと一つも役に立たないの。神が役立つことを、場面をくれないの。人間ってそういうものなの。あのね、寺田さんのとこへよく若い人たちが来て、いろんな話来てよ。寺田さんご飯ごっそしたりいろいろするんだよな。と、君たちは、寺田さんに会って得したように思ってるけど、そうじゃないぞって。こんだけ面倒見てくれたの、日本酒は寺田のしか飲まないとか、ね、自分が酒飲めないだろっておじいちゃん飲んでんだって、おじいちゃん寺田の買ってよとかって、受けた恩に対して何かする気持ちがなかったらな、罰だって太鼓がなきゃ音しないんだぞ。人間ってのは受けた恩に対して自分が何するかって思った時、宇宙は共鳴するようにできてる。これが法則なんだよ。あのな、納税日本一になってこれから若者に俺のために尽くせとかって言うの俺しかいないんだよ。普通格好悪いから言わないんだよ。でもそうじゃないんだよ。本当にこの宇宙はそういう仕組みにできてないんだよ。だから心意気の問題でな。だから寺田の親父に世話になったから自分は酒飲むなら寺田の飲んでますとかな、そういうもんなんだよ。あのな、キリンビールの社長に世話になってるのは朝日で乾杯しちゃダメなんだよ。そういうものなんだよ。あの、それが大切なんだよ。
この宇宙はそういう法則でできてないんだよ。だ見ず知らずの君のために俺が一生懸命喋ったんだから、君はひとりさんを広めるために一生懸命喋るんだよ。別に広まったからって俺に得があるわけじゃないんだよ。そういうものではないんだよ。あのね、受けた恩を返そうって聞かないやつはダメなんだよ。あのな、恩を受けたら返すんだって気持ちなの。な、だからそれがどんな小さかろうがなんだろうが、そういう気持ちがあった時初めて宇宙は共鳴するようにできてる。でお互い、それがお互いのためなんだよな。俺ね、うちのお弟子さんやなんかにね、みんなは俺を守れって。俺はみんなを守る。ひとりさんに守ってもらったやつは嬉しいですじゃない。そうじゃないんだ。それじゃダメなんだよっていうの。ひとりさんは私たちを守ろうとしてる。私たちはひとりさんを守りたいんだって。その気持ちが共鳴し合ってうまくいくんだよって。わかるかい？だから自分たち微力だろうが、ひとりさんのためにこんなことしたいとか。ね、だから人間ってやれることをお互いやり合って初めてエネルギーがこう共鳴し合うんだよな。だから自分は弱い人間だからやってもらうだけ。あの釈迦がね、宅発行ってこうご飯もらうときに、貧しいとこに必ず行けって言うんだよ。貧しい人ってのは貧しいからもらうことしか考えないんだよ。それが貧しさをまた呼ぶんだよ。来世もまた貧しくなるんだよ。その中から一口分のご飯でもこうやって人に恵むようになった時に波動が変わるんだよ。日本一のひとりさんからこんだけ教わったんだから、日本一にこれからなろうとしてる俺はこんだけのことをしますという何かなんだよ。わかるかな？それが共鳴し合いなんだよ。で出せるもんの問題じゃないんだよ。俺が言ってんのは、貧しい人はこんなご飯一さじ分だって自分の食い節だって足んねえんだから。でも一さじって大きいんだよ。だからその気持ちの問題なんだよ。因果とはな、気持ちが作るんだよ。あのな、この世に因果ってのがあるんだけど、死刑囚は誰かが13階段のあのボタンを押すんだよ。電気椅子は誰かがボタンを押すんだよ。いや自動なんですって、自動装置を誰かが押すんだよ。わかるかい？な、全自動だとしたらそれを全自動作ったやつがいるんだよな。わかるかい？この時な、この野郎ろくなやつじゃないからって言ってな、そういう気持ちで押すのと、早く生まれ変わって次はいい人生送んなよっていうつもりでボタンを押すんだよ。違うんだよ。だから首切り役人が何人首切ったってちゃんと菩提弔ってるようなやつには因果起きないんだよ。だから人を首を切ったから因果ができるんじゃないんだよ。因果とはどういう気持ちでやったかなんだよ。あのな、ひとりさんと会ってこんだけ話を聞いて得したっていう気持ちではダメなんだよ。ひとりさんに対して自分は何かして得を返したいんだと思った時に、いい方の因果な、ダルマというのが起きるんだよ。得は得にならないんだよ。わかるかな？得は返そうとした時に返した分だけ得になって戻ってくる。あの親に産んでもらったとするじゃん。な、得したように思うけどそれが得じゃないんだよ。得というのは親孝行したいなとか親に何かしたいなと思った時に何かいいことが起きるんだよ。あのな、親の財産もらいたいって言って争ってでも親の財産をうんと取ったような人いるだろ。後からずっと見てると必ず苦しい生活を送ってんだよ。それより5割ずつのとこをな、
私3でいいからっつって相手に73のもらったようなやつのがあれ、ね、もっと言うともらわないで親の面倒を見てたようなやつの方が絶対幸せな人生を送ってんだよ。あのな、何か人に受けた恩に対して返したいと思う心の方が大切なんだよ。いいの、だって同じことは起きねえんだもん。同じものは返せないよな。ただ気持ちってあるじゃん、返したいという気持ちな。不思議なんだけどね、親の財産もらいたいっていうやつより親の面倒見たいっていうやつの方がなぜか幸せになる。あの、おごってもらってるやつよりおごってるやつの方がなぜか幸せなんだよ。でそういうもんなんだよ。あの、受けた恩は返すんだって気持ちな。俺と一回しか会ってないんだよ。で俺からすごい100のもの1000のものもらったっつうんだよ。そしたらな、ちょぼちょぼでもいいから一生かけてもいいから返すんだよ。で返そうと思ってる人間にはいいことが必ず続くんだよ。何でもいいの。あの、ひとりさんの天国言葉の紙人に配ろうがな、名刺の裏に入れといてこれ言うといいですよ。その些細なことでもいいから、これがひとりさんに対する自分はお礼なんだっていうつもりでやってると運勢が違うんだよ。だから神がいいものをくれたとしても、いや俺からいいものをもらったとしても生かす機会が来ないんだよ。生かす機会は神がくれるんだよ。だから天国言葉一つ言おうが何しようが何でもいいんだよ。何でもいいけど何かをやろう。いっぺんに線は返せない。だけど千枚の紙は配れるかかんねえな、一生かけてな。